実は神様が行きなさいと言われる場所は一番安全な場所なんですね。皆さんこんにちは、松本明弘です。前回はキリストが昇天されるのを見送った弟子たちのところに2人の天使が現れて、この方は今あなた方が見たのと同じありさまでおいでになりますと言われた場面から学びました。つまりキリストの昇天と再臨について学んだわけですね。この2つのものの間に挟まっている時代、それは大まかに言って教会時代と言ってよろしいということについてお話しいたしました。そして今私たちはその教会時代の最終段階に生きているんだということを私たちは知っております。さあ、イエス様を見送った後弟子たちはどうしたでしょうか。今日は使徒の働き1章12節からお読みいたします。そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。前回オリーブ山の中でもベタニア方面からキリストは昇天されたということについてお話ししました。キリストを見送った後弟子たちはそこからエルサレムに帰ってきたんですね。これは木曜日のことでありました。そしてルカはここでこのエルサレムの地理に詳しくない人のためにとても丁寧に説明してくれています。オリーブ山ってどこにある山なのかということですね。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにある、そういう山であるということを語っているわけですが、面白い表現が出てきます。安息日に歩くことが許される道のりってどれぐらいの距離なんでしょうか。つまり労働してはいけないと言われているこの安息日に何メートルまでだったら歩いていいとされていたのでしょうか。そのことについてユダヤ人たちは聖書のある箇所を根拠として、これが安息日にも歩いて良い距離だというふうに言い伝えをするようになった。その根拠となる御言葉が予主記の3章4節ですね。ただしあなた方と箱の間に2000キュビトほどの距離を置け、箱に近づいてはならない。これはいよいよモーセが死んだ後、ヨシュアがイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡ってエリコ方面に入っていくという場面なんですけれども、その先頭を行ったのは契約の箱、その契約の箱から2000キュビット離れたところを歩きなさいというふうに命じた。ここから安息日には2000キュビットまで歩いてよろしいというふうにユダヤ人たちは言い伝えを始めるようになったみたいですね。1キュビットっていうのは肘から中指までの大体の長さ、44センチぐらいですけども、その44センチと考えると2000キュビット、これは900メートル弱ですね。ですからオリーブ山っていうのはエルサレムから900メートルぐらいのところにある山だということをルカはここで丁寧に説明してくれているわけです。さあ、弟子たちはエルサレムに帰ってきましたけども、本来ここは彼らの本拠地ではありませんね。天使たちからも言われた通り、ガリラヤの人たちと呼ばれている人たちですから、彼らは故郷はみんなガリラヤなんです。そもそも彼らがなぜエルサレムに来たかといえば、イエス様と一緒に杉越の祭りのために、巡礼のためにやってきた。そしてこの杉越の祭りが終わったらまた帰ろうと思っていたんだけれども、その杉越の祭りの最中にイエス・キリストは捕らえられ、十字架につけられ、墓に葬られ、復活したという出来事が矢継ぎ早に起こった。それがエルサレムでありました。そして弟子たちはしばらくそのエルサレムに滞在していた時にも、どうでしたか？ヨハネの20章に書かれていましたね。彼らはユダヤ人たちを恐れて、その扉に鍵をかけていたというふうに書かれている。つまりエルサレムというのは彼らにとって危険な場所なんです。
いつ自分たちも捕らえられるかわからない、そういう危険な場所なんです。しかしそこでイエス・キリストが弟子たちに現れてくださり、ガリラヤで会おうとおっしゃってくださったので、彼らはガリラヤに行った。しかしもう一度エルサレムに戻ってきた。そこでキリストをお見送りしたのだから、もう一回彼らはガリラヤに帰れば良さそうなものなのに、どうしてまたエルサレムに留まったのか。それはご存知の通り、イエス・キリストがそのようにご命令されたからですね。以前学んだ使徒の1章4節、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい、この命令に忠実に従ったがゆえに聖霊が与えられるまでこのエルサレムに留まっていようと彼らはやってきたわけであります。先ほどエルサレムは彼らにとって危険な場所だと私は申し上げましたけれども、しかし実は神様が行きなさいと言われる場所は一番安全な場所なんですね。そこには神様の守りの覆いが与えられている場所であるということができるわけです。さあ弟子たちはエルサレムで何をしたのでしょうか。13節、彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヤの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。彼らはエルサレムに入り、泊まっている屋上の部屋に行ったと書かれていますが、それはおそらく最後の晩餐を行った部屋だと思われます。ルカの福音書22章12節には、2階の大広間という表現が出てきますけれども、そこが彼らの拠点として提供されたのでしょう。そしてそれはあのマルコの福音書を書いたヨハネ・マルコのお母さんマリアの家であるということが先に進んでいくとわかります。そのことについて書かれているのが使徒の働き12章、ペテロが捕らえられて、そして天使が奇跡的に彼を救出してくれて、ペテロのために祈ってくれている人たちのところにペテロが報告に行った、その場面、12章の12節。それが分かったのでペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。ですから今この1章で祈りのために用いられていたこの場所はこれからも長く祈りのために用いられたということがわかります。ガリラヤの人たちであった弟子たち、このエルサレムに拠点を持たない弟子たちのために神様はこんなに素晴らしい場所を用意してくださっていた。イエス様がエルサレムに留まっていなさいという以上、留まっていられる場所もちゃんとこの方は用意しておられたということがわかります。そのことを考えるときに私は16年前、神様から東南アジアに行きなさいと導かれてやってきた時のことを思い出します。その時にまず2ヶ月間ジャカルタ JCF、 ジャカルタ日本語協会のお手伝いをするという目的でやってきたんですけれども、さあ私たちその時3人で家族でやってきましたけれども、一体2ヶ月間どこに住むのだろうかと思っていました。そうすると私たちが到着して間もなく3ヶ月間日本に一時帰国をされるというご夫妻がおられて、私たちがいない間私たちの家をどうぞご自由にお使いくださいと言ってくださる方がいたんですね。下見に行ってみてびっくり仰天、日本では見たこともないような大邸宅でありました。ここに住めるの。そして2人のお手伝いさんも置いていきますからご自由にお使いください。ご自由に使うってどうやって使うのかよく分かりませんでしたけれども、要するにご飯作ってくれたり洗濯してくれたり掃除してくれたりするんだということで、そういうお宅が用意されていた。私たちの東南アジアでの最初の2ヶ月はそのお宅に住むことができた。それを経験した時に神様は行けという以上ちゃんと必要な場所を用意してくださるんだなっていうことを私たちも経験いたしました。
人間的には安定した札幌での生活を投げ捨てて何があるのかわからない東南アジアに行くのは愚かなことのように見えたかもしれない。しかしあの時つくづくと神様の命令に従うということ以上に安全な場所はないんだということを私も経験いたしました。さあこの箇所に11人の人たちの名前が列挙されていますね。そしてその名前を見るとこの使徒の働きを書いたルカが書いたルカの福音書6章14節から16節までに出てくる名前と同じ名前がそこに登場する。当然のことですね。ただ一つの違いは何か、それはユダの名前がないということです。ですからこの2階座敷に11人の人たちが集まっていたということが分かりますが、集まったのは11人だけでしょうか。14節をご覧ください。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともにいつも心を一つにして祈っていたと書かれています。そしてさらに次の説を見るとそれは合計120名ほどの集まりであったということがわかります。もうまさに立水の余地もないほどの三密状態であったと思いますけれども、この120名ほどの人々の構成要因、まず11使徒、その次に出てくるのが女たち。面白いですね。当時のユダヤの文化を考えると先に女性たちが書かれているっていうのは本当に神様のここまで忠実に従ってきた女性に対する思いやりが感じられる書き方だと思いますけれども、この女性たちというのはイエス様と共にガリラヤからやってきたあの女性たちが中心であっただろうと思います。復活の場面で何度か学びました通り、マグダラのマリアは当然いるでしょうね。そしてあの墓に行った複数の女性たちも当然ここにいるでしょうね。そしてもしかするとこのエルサレムから3キロ離れたベタニアのマリアやマルタもこの祈り会に参加していたのではないかと思います。さらにもしかすると一旦弟子たちはガリラヤに戻ってますよね。そしてもう一度エルサレムに来てますね。その時にこれからしばらくエルサレムの生活が続くと分かっていたでしょうか。そうであるとするならば少なくともペテロなんかは奥さんがいますから、奥さんも家族も連れてこのエルサレムに来ていたのかもしれない。そう考えると使徒たちの妻たちもこの女たちと言われる人たちの中にいたのかもしれない。その次に出てくる名前がイエスの母マリアです。マリアさんが登場します。そして実はここがイエスの母マリアが聖書に登場する最後の場面。さあマリアさんの最後の場面、彼女は何してる？祈ってるんです。美しいですね。ですからここで私たち気をつけたいのはマリアに祈るのではなくて、マリアは祈っていた、マリアは神に祈っていた、マリアは他の信者たちと一緒になって祈っていた一信徒、一クリスチャンとして彼女はここで登場し、これが彼女の最後の登場場面であるということ。つまりここで彼女の役割は終わったんだ。イエス・キリストを解任し、そして産み育て、そしてここまで彼女は信仰者として立派に歩んできた。その最後の姿は祈っている姿であった。つまり彼女は神様から与えられた役割を美しく全うした女性であったということを考えるときに、私たちは彼女を崇拝するのではなくって、同じクリスチャンとして信仰者として心から尊敬すべき人であるということがわかります。次に出てくるのがイエスの兄弟たちと出てきますね。イエスの兄弟たち、イエス様には弟が4人いた、妹が少なくとも2人いたということについて以前お話しいたしましたけども、この4人の弟の筆頭はイエス様のすぐ下の弟のヤコブでしょう。
そしてイエス様はこのヤコブにも現れたということについては第一コリント15章で以前お話しいたしました。イエスがメシアであったということが分かったヤコブは当然自分の3人の弟たちにも語ったでしょう。ですからここでイエスの兄弟たちと出てくる。もしかするとその2人以上の妹たちもここに来て一緒に祈っているのかもしれない。その人たちが総勢120人いたんだということ、そしていつも心を一つにして祈っていた、いつもって書いてある。これどれぐらい続くんですか。木曜日にエルサレムにやってきて、そして実際に聖霊が降臨されるのは翌々週の日曜日、つまり10日間ということですね。その間心を一つにして祈っていたと書かれています。今回の弟子たちを見ているととても従順ですね。以前の弟子たち思い出してください。例えばゲッセマネの園に連れて行って、8人は入り口、3人はもっと近くに、そしてここで私のために祈っていなさいと言われたけれども、3回イエス様が祈る間何回戻ってきてもいつも彼らは眠っていたという状態でありました。どうして祈らなかったのか、自信があったんですね。私があなたを否定するはずはない、私はつまずかないというような自信があった。しかし今回はこんなにも素直に彼らはエルサレムにやってきて祈っている。どうしてでしょうか。砕かれたからですね。あの時は自信があった。こう考えますと祈る人の特徴、祈る人の共通点って何なのか。それは私は神様に頼らなければ生きていけないものだということを認めた人ですね。自分に自信のある限りにおいて祈る時間はもったいないと思うでしょう。しかし私の力では何もすることができないんだということを認めた人は神に祈る以外に方法がないのであります。そしてこの時彼らは何を祈っていたのだろうかということについて興味が湧きますね。聖霊を与えてくださいと祈っていたのでしょうか。そうではないということがわかります。なぜならばイエス様が聖霊を与えると約束していたのですから、聖霊が与えられることは知っていたのですから、聖霊をくださいと祈る必要は彼らはなかったわけですね。じゃあ彼らの祈りの課題って何だったのか。それはあなたが私たちに聖霊をくださった時に私たちがふさわしい状態でその方を受け取ることができますようにということではなかったかなと私は想像します。つまり祈りの目的というものは時々私たち間違えるんですが、神様を変えようとすることではない。神様のご計画は変わらない。その神様のご計画に沿って私が変えられるっていうことですね。私たちは祈ることを通して徐々に徐々に神様と同じ視点でものを見ることができ、神様と同じ心を持つことができるようになっていく。その結果私たちが変えられるということが祈りの目標であるということがわかります。そしてそのような祈りをしていたがゆえにこの時弟子たちははっと一つのことに気がついた。自分たちが今しなければならない、やがて聖霊を与えられるとイエス様は約束してくださったけども、その前にどうしてもしておかなければならないことに彼らは気がついたのであります。それは何でしょうか。そのことについては次回ご一緒に学びたいと思います。ありがとうございました。